皆様こんにちは。今年の夏は記録的な猛暑に見舞われまして、立春を過ぎても厳しい残暑が続いてまいりましたが、ここ数日朝晩いくらか涼しくなり、ようやく秋の訪れが感じられるようになりました。さて、月日も経つのは早いもので、本日先代ご住職天神山天正院三十世徳願哲祐大和尚様の三回忌をお迎えいたしました。法要の当初お務めになるのは横浜市戸塚区仁正寺ご住職馬場喜日大法上様でございます。さて、本日お迎えする三回忌法要は別名大乗記と言いまして、意外に思われるかもしれませんが、大変おめでたい法要という意味でございます。何がおめでたいかについては諸説ありますが、私は亡くなった方の仏様としての品位が一段上がるというようなイメージを持っています。今日の法要に際しましては、先代法上様のご利得を忍びつつ、心を込めてお勤めし、先代法上様のお悟りが一層まどかなものになりますようお参りしていただきたいと思います。さて、皆様それぞれに亀の哲祐同士との思い出があるかと思います。私が思い出すのは、いつも穏やかな笑みをたたえ、誰に対しても分け隔てなく優しく柔和に接してくださった亀の同士のお姿です。私事で恐縮ですが、思い出の一つをお話しさせていただきます。私が今住職をしている大船の寺にご縁あって後継者として入ったのが今から26年前、25歳の時でした。亀の老師は当時教区長をされていたように思いますが、本山の修行を終えたばかりで、右も左もわからない黒い袈裟しかつける資格のない若造の私に対しても、亀の老師はお会いするたびに深々と合掌し、頭を下げてくださいました。こちらが頭を上げると、まだ亀の老師の方は頭を下げていらっしゃって、慌ててこちらも頭を下げ直すなんていうことも多々ございました。そうした亀の老師の姿に、新参者の若造の私でもこんなにも丁重に接してくださるのだと深く感銘を受けたのを覚えております。法華経にどんな人に対してもその人の中に仏性を見て、決して人を軽んじず尊敬して、常に合掌礼拝をする常不軽菩薩という仏様が登場しますが、亀の老師はまさに生きる常不軽菩薩のようでございました。さて、これから間もなく法要が始まりますが、式次第に従いまして法要の解説、またお拝やご焼香のご案内をいたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
子様が誘導されます。本日ご同志をお務めになられます横浜市戸塚区臨正寺ご住職馬場喜日大法上様のご入道でございます。どうぞ皆様合掌ご抵当にてお迎えくださいますようお願い申し上げます。皆様も法上様方とご一緒に三度の合掌礼拝をお願いいたします。はじめにお湯にお砂糖を溶かした玉井日当が演じられます。砂糖はその昔今とは比べられないほど貴重なものでございましたので、玉井日当は最高のおもてなしとされました。大寂静中からこの道場に降臨された先代様に玉井日当で旅の疲れを癒していただくという思いが込められています。次にこの日のために吟味された特別なお菓子が献じられます。
そして最後に香り高いお茶が禁じられます。お茶はその昔、鎌倉時代に永西禅師が中国から日本に伝えたとされております。当時は大変貴重で、万病を治す薬として珍重されました。水とお菓子、お茶のすべてが禁じられ、お堂師様は仙台哲雄大和尚様に、どうぞお召し上がりくださいとお勧めする、三度のお拝をいたします。これを献愚参拝と申します。次に、再度ご神前に進まれたご道士様は、深々と合掌礼拝をし、仙台法上様に改めて、どうぞ心ゆくまでお召し上がりくださいとお勧めをするお拝をいたします。これを中室参拝と申します。仙台法上様へのおもてなしをされたご道士様は、次に香り高いお香をお願いしながら、仙台法上様のご利得をたたえるお言葉を述べられます。これを念香法語と申します。一の猛攻、夜月窓にいる密室猛攻、本題にして報いがたし、何をもってか報い、一応秋を感じて大小に応、ここにうやうやしくおもん見れば、当山今月この日
帝聖院三十世徳願哲祐大和尚大正期の真に愛用伝統大和尚追悼の誠を述べ林法所参の尊粛を屈称しうやうやしく神戸当職坂と女方の天理を根守しもって法恩の法へを根守すちなみに名王三蔵に寄せもって信仰一辺を念ぜしむ集むるところの主君は神自恩に報いんものなり伏して思い見れば徳願哲祐大和尚五目ともに等しく主将愛長ず学を横浜国大に収めて物理の元能に参入し尺を大有にかけて古物の風光を鈍却す資料老館の門に投じて煩悩の各窟を出し官僚老子の室に入れて仏祖の宝蔵を継ぐこれをもって天神さんに従事し戦勝の月のごとく名老老帝聖院に鋭発し一景の雲に似て言うようよ全身浄水一隅隔月全光を発す内には心をして生徒の育成に傾けて人の端を溶かす外には力を断心強化保護観察に尽くして己の長を誇らず言いつべし石徳おしこちにしき交渉公正にかんばしと小四の時観音同行亭の消息いかんが雇用せん道王のやれはすケチつつの子周長を立ちて聞く赤日の法伏して恋に願わくは慈悲用の元質道をことにし、小元
スラムは常駐のことにかなり目は清濁の苦を明かす次第の性の図から複数このその母を売るが今年日は熱し風は同様水は潤い血は剣を花怖いの耳は温情花は下下は乾燥しかも一日の方においてねによって破分物本末すべからく主に帰すべし尊貴その後を持ち夢中にあたって安なり安相を持っておることなかれ安中にあたって目あり目相を持ってみることなかれ目安おのおのありたいしていするに前後の歩みのごとしは持つこの図からとありまさに用途書と誘うことを受けてはすべからく主を決すべし自ら幾を律することなかれ側目堂を得せずんま足を運ぶもいずくんぞ道を知らん歩みを進むれば本能にあらず迷う千賀の子は隔つ死んで三軒の人に申す恋むなしく渡ることなかれ法教三枚女手の子は嘘密に伏す難事にまこれを得たりよろしくよく法のすべし銀腕に雪を明月に朗覚する意志で人しからず根ずると銀馬心を知る心ことにあらざれば来期また赴くどうずれば下級をなしたがえば胡蝶におつ愛足ともにひなぎたい果樹のごとしただもん才に表せばすなわち善なに属すや反証明天行部の者のために祝詞となる用いて職を抜く意にあらずといえどもこれごなきにあらず法行に望んで行用愛見るがごとし何時これ彼にあらず彼まさにこれ何時世のようにのご相願ぐするがごとし不協不来不義不樹パパは悪くむくついにものを得ずごいまだ正しからざるがゆえに十二立公変章へこたたんで三度なり変実来て異なる地層の味わいのごとく混合のそのごとし小中病強高症並び上げ衆に通じとに通ず兄弟兄路灼年なると金馬吉なり本語すべからず全身にして妙なり名語に属せず因縁自節若年として小著す際には無権に入り際には法上ですごい骨の高い利魚に応せず今飛んでまり収集を日するによって収集は金
すなわち骨菊なり出通自主極まるの心情宇宙他弱に宇宙の句はつなげる駒吹くせる熱に戦勝これを話しんで法の暖炉となるその天道に従って死をもって外なす天道そうねすれば甲信自ら許す虎徹にかなわんと要せば甲善公断で呼ぶ都道を上ずるに難難として実行樹を貫ず虎の欠けたるがごとく馬の嫁のごとし下劣あるをもって法義人魚脅威あるをもって犬白焦げは脅威気をもっていて百歩に厚先方に法行力なんぞわずからん黒人まさに歌い席よ立てもう常識の至るにあらずむしろ死業遺念や神が君に武士子は父に順ず順ぜ誰ま子にあらずむせ誰ま子にあらず先行密よは具のもと黒のごとしただよく相続する主中の主となる者にないもん通信で厳然の聖書
し不十数あつむるところの主君な本意を増装し立てまつる知って願わくは今下再び現じて重ねて各音の春を開き日どこしないに明らかにして長く今苦の矢を照らさないことはよい。仙台浜城様のお弟子の現住職亀野哲也氏、そしてそのご子息仙台浜城様のお孫さんの哲秀氏が本日ご同志をお務めくださった馬場吉日大浜城様に心からの感謝の気持ちを込めて三度のお拝をいたします。次に右側に向きを変えられて東側にいらっしゃるご神様方に向けてお礼のお拝をいたします。次に左側に向きを変えられて西側にいらっしゃるご神様方に向けてお礼のお拝をいたします。そして最後に改めて正面にいらっしゃるご同志様に対してお礼のお拝をいたします。この一連のお拝を謝拝と申します。
引き続きまして、ゆいて亀野哲也氏より皆様にお礼のご挨拶をさせていただきます。本日は、前代住職徳川哲雄大王将三回忌大乗期に入りまして多くの方々にご参集ご紹介いただきまして感謝申し上げます。特に商工士をお務めいただきました臨床寺馬場技術大法長様、ご本日でございます、徳王寺安藤文書教区各位のお嬢様方、そして、正常に役員の皆様、関係の皆様方、多くの皆様に、ご参集、ご提唱なるお嬢とおとまりまして、心より感謝申し上げます。三回忌と言いますと、2年経過して三回忌ということになりますので、2年の月に離れたわけでありますけれども、仙台住職が亡くなられた、令和4年というのはコロナのちょうどまだ終わらない、さなかでございまして、葬儀をですね、どのような形でできるか探り探りの状態だったわけであり、皆さん、マスクをして、ソーシャルディスタンスを取りながらのお葬儀だったわけでございますけれども、ようやく社会も、落ち着いてまいりまして、このような法要も平常通り行われるようになりました。ただ、ここ数年地球の温暖化が進んでいることもありまして、9月になると、だいぶ秋の、気配が濃厚となってきて涼しくなってくるわけでありますけれども、まだまだ残暑が厳しく、朝夕は多少涼しくなりましたけれども、昼間になりますと夏のような暑さがまだ繰り返しているわけであります。で今年は、ちょっとここの神奈川の大きなニュースでなりましたけれども、環状2号線というところの通りで、流絶乱というですね、数十年に一度花が咲くという植物が、交差点の真ん中で花開いて、大きな話題になりました。5月の1日ぐらいからですね、ちょっといきなり花芽が伸びてきて10メーターぐらいの高さになって、ちょうど、7月のお盆の真っ最中に満開になったわけであります。そのようなですね、これは、地球が暖かくなってくるということの、証なのかなと思いましたけれども、仙台住職が生きていたらですね、多分毎日のように、そこの場所に行って眺めて散歩までですね、見ていたんじゃないかなというふうに思いながら、見てまいりました。で台風15号が、来た影響で、その花はですね、もう咲き終わりましたので、道路管理者によって今は伐採されていて、その花芽は江南図書館で展示されているようでありますけれども、まあ、そのようなことが今年ありました。まあですね、ちょうど今年は辰年でありまして、龍の年、この天璋院のですね、乱舞の彫刻、この天璋院の中で一番古いと言われている彫刻ですけど、これも龍、このお寺の守り神であって、ずっと何百年もお寺を守ってきた龍、この辰年の日、龍絶乱で、ね、関連があるのかなと思いながら見ておりました。ということで、三回忌、無事、お勤めできたことを、これは皆様のご尽力、お力添えによってのことでございます。この後、お墓の方でですね、系統不倫がございますけれども、行かれる方はぜひ、お手を合わせていただければというふうに思います。本日は、もう一つごめんなさい、いいことを忘れてました。撤収がですね、今、随時行って、これも途中でございまして、台風10号があった、8月終わりにですね、永平寺へ、随時配布といたしまして、この法要が終わって、来週、総持寺の方に随時配布の予定で
ラントでございまして、一応、ご報告合わせてさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。姿勢を正して合掌抵当にてお見送りをお願いいたします。次に京府北条様方の帯同でございます。これをもちまして帝聖院三次室へ徳願哲祐大王将三回忌大乗家法要を閉式といたします。おかげさまをもちましてつがなく仙台住職神野哲祐大王将様への法恩修行をお務めすることができました。誠にありがとうございました。この後お墓の方に移りましてお納骨のお参りをいたしますので、皆様ご準備の方をよろしくお願いいたします。